米国男子、ザ・プレイヤーズ選手権2日目、15日、TPC 総グラスザ・プレイヤーズ・スタジアムコース、フロリダ州、7252YD、パー72。画像、アイアンを池に放り投げた36歳。4打差21位から出た松山秀樹は2日続けて5バーディ、2ボギーの、69、で回り、2-3ムイアンダーでホールアウトした。5後組がプレー中で暫定16位前後となり、首位のウィンダム・クラークとは8打差。 インスタートの前半14、15番とボギー。初日同様に連続ボギーが先行する苦しい展開だったが、1番から3連続バーディで反撃に転じた。セカンドを絡めた5番も取り、最終9番、パー5はグリーン左から低く出してクッションを利かせるアプローチを成功。後半だけで5つ目となるバーディで締めくくった。大会初出場で初日36位だったルーキー久常涼は10番スタートのラストグループでプレー。 前半14番までに3ボギーが出て大きく交代したが、7メートルほどを流し込んだ15番から2連続バーディ。カットライン上の231アンダーで後半に入った。